俺も運とタイミングはマジであると思う。そもそものちゃんと実力、うん、実力がないとまず練習参加とかもね、いけないしね、売り出せないしね、こっちからも。俺は練習参加結構行ってた。タカみたいにジュビロにずっといたじゃん。4年生の頃にいろいろ行ったから。え、サヌキと契約したわけじゃん。サヌキをマジ最後の最後、本当にもうラストかなと思って、まあ、話もらって練習参加して、多分俺が多分入れた理由は高校の頃から見てくれてて、監督が。で、そのイメージがあったから撮ってくれたっていう。高校の時の活躍を知ってるし、うん、みたいな、うん、俺一発で目立てるタイプじゃないから。ポジションってかもあるんですよ。だから、一発で目立てるタイプ。そう、目に見える結果がやっぱ分かるから。確かに。練習とかめちゃくちゃ頑張れるし、俺自分で言うのもなんだけど、そういうのも見てくれてて、だからそういうのがあるんですよ。知らないところで見られてるみたいな。だから私生活も誰が見てるか分からないし、サッカーも誰が見てるか分からないと。結果そこに繋がっていくってこと。毎日をマジ大事にする、ね。プロのレベル的にはやれないことはないと思う。プロに混ざっても別にプレーはできるよ、普通に。そこで自分の良さを出せるか、良さを出せるかどうかもそうだし、絶対に混ざってプレーはできるんだよ、そのレベルでやってたらっていう。そう考えたら俺は多分無理だったなと思う。ずっといろんなところ練習参加行ったけど、全然できるっていう感じだったの、自分の中で。でもじゃあこの中でじゃあ J1 とかで試合出て、めちゃめちゃ活躍できますかとかって問われたら、自信持ってイエスとは言えないっていう感じだったから、そうだ、やっぱそこがトップとちょっと契約はできるみたいな人の差があるのかな。そうやな、それは分かる。 まず頑張ることはマジで大事だ。まあ、これケイスケのチャンネルですごい言ったんだけど、技術より頑張れるとか戦えるとか、うん、走れるとか、る、うん、絶対そっちの方がプロに行くにあたっては確実に必要な能力がある。もうこれだけは言う、絶対。俺は自己分析で自分がプロとかになれなかった理由は確実にフィジカル能力だと思ってるから、そこをみんなにやってほしい。うまいプレーとかばっか見て、それをまあ勉強してできるようになるとか、それも確実に大事だけど、一定のフィジカル能力、スプリント力、走った中でのプレーが落ちないとか、そういうのが絶対に大事になる。俺なんか基本多分それで入れてみたいなもん。まあ確かにそっち系だもんね、どっちかというと。もうフィジカルよ。で、俺は思う。いや、てか絶対そう。うん。まあそこに技術があれば、もうどんどん上に上がって。そこに技術がある人が J1 の人なんだ。伝えたいのはそこですね。技術の練習をしてる人を否定してるわけではないんだよ、決して。いや、それほんと大事よ。寿命も短いし、はかないよね。